オービスク峠、またはオビスク峠は、フランス、ピレネーアトランティック県に位置するピレネー山脈にある峠。標高1709メートル。タルブトポー間、約30キロメートルの道中にある峠で、例年、当年12月上旬から翌年5月上旬までは、通行を止め区間となっている。峠の南側には、標高2613メートルのジェル山頂が、そびえる。 西側にあるラリュン起点の場合、水平換算距離 16.6km、平均7.2%、最大10%の勾配で、標高差は 1190m。東側にあるアルジュレイコールガゾズ起点の場合、水平換算距離 30.1km、平均4.1%、最大8.5%の勾配で、標高差は 1019m となっている。 また、スキーなどのウィンタースポーツ観光地としても有名。さらに口実するとおり、ツールドフランスのピレネー山脈越えステージにおいて、定番の難所として、ほぼ毎年コースに組み入れられている。最初に、コースに組み入れられたのは、ツールドフランスに初めて、ピレネー山脈越えステージが設けられた1910年。最初の首位通過選手は、フランソワラフルカド。以来、 2010年まで実に71回の実績を誇る。うち3回は、東峠がゴール地点となった。また、1985年は2回組み入れられた。2012年の開催では、新城幸也が東峠を3位で通過した。1910年のツールドフランス2007年、東峠ゴールの第16ステージで優勝を果たし、総合優勝に大きく前進したはずの、 ミカエル・ラスムス戦が翌日所属チームだったラボバンクから解雇されたことで危険を余儀なくされたシーンが思い出される。ありがとうございます。